メキシコシティ地下鉄1号線は、メキシコの首都メキシコシティにある地下鉄路線である。1969年に開業した、メキシコ発の地下鉄路線であり、市内を東西に走っている。ラインカラーはピンクである。1号線は、インスルヘンテス通りやチャプルテペク通りなど、たくさんの大通りの地下を通っている。タクバヤ駅で7号線と9号線、バルデラス駅で3号線。 サルト・デル・アグア駅で8号線、ピノ・スアレス駅で2号線、カンデラリア駅で4号線、サン、ラサロ駅で B 号線、パンティトラニ駅で5号線、9号線、A 号線に乗り継げる。1号線は、メキシコシティ地下鉄では唯一、全線が地下を通っている。ただし、オブセルバトリオ駅の静病の地上線を除く。1969年9月4日に、 ジャプルティペク駅からサラゴサ駅までの区間が開業した。これはメキシコシティ地下鉄が初めて開業させた区間である。続いて1970年4月11日に西に延伸され新たにフアナカトラン駅が開業した。また1970年8月1日には2号線の開業によりピノスアレス駅が初の乗り換え駅となった。 その後も路線は西へ延伸を続け、1970年11月20日には、拓林駅が1971年6月10日には、現在の生丹駅であるオブセルバトリオ駅が開業した。現在の東丹駅であるパンティトラン駅は、1984年8月22日に開業した。この延伸により、駅数は20。 旅客船の路線総延長が 16.65km、整備船なども含んだ線路総延長が 18.83km となり、現在に至る。ありがとうございます。